お届け物です。お伝えをお願いします。休憩終了。チーフが呼んでるぞ。はい。それが慎太郎との最初の出会いだった。お疲れ様。お疲れ。ねえねえ柏木君、今日のマナのルート案内さ、なかなか的確だったっしょ。うん、いつもありがとう。本当に感謝してる？社交辞令してるよ。でも今日の柏木君珍しく15分もロスがあったよ。途中で何かあった？どっか寄り道してたの？何もないよ。嘘、私ちゃんとチェックしてんだからね、騙されないよ。ねえ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 、マナちゃん、今日給料日だし、どっか飲み行かね？行く行く。カムちゃん、今日飲み行く？行く。社長、社長、社長。ねえねえ、柏木君も誘うよ。
あいつは多分いいよ。誘ってもいつも来ないし。なんだ。ねえ、柏木くんって彼女いるのかな？知ってる？いないだろう。まだそんな気にもなれないんだよ。どういう意味？お前は知らないか。柏木の親父ってさ、1年くらい前に交通事故で亡くなったんだよ。結構有名な競輪選手だったんだぜ。新聞にも載ったぐらい。そうだったのか。所長、ありがとうございます。いや、積みてぃ所長、おう。おかえり。ただいま。また自転車なんか乗ってるの？お母さん、飯ちゃんと食べた？今日もなんだか疲れちゃってね、食欲ないのよ。ダメだよ、そんな甘えたこと言ってちゃ。あんたの背中、お父さんに似てきたね。柏木です。今どの辺？どこで油売ってんの？いや、次はどこ？今はまだ休憩してて大丈夫だよ。ねえ、柏木くん、明日は何してる？明日？そろそろマナもさ、ロードレーサーに乗ってみようかなんて近頃思ってるの。まだまだロードレーサー買うのは無理だけど。でさ、明日メットとかサングラスとか買い物行こうと思うんだ。でね、柏木くん明日仕事休みでしょ。マナの買い物付き合ってほしいんだ。
柏木くん、いつも付き合い悪いけど殻にこもってばっかじゃダメだよ。そうだね。付き合ってくれる？わかった、いいよ、明日。ほんと？じゃあ明日11時、11時待ち合わせね。ねえ柏木くん、本間さんってさ、ちょっと背ちっちゃくない？あと亀谷さんはちょっと歯が出てるような気がするんだけど。そう、それでね、所長がさ、会社の中で誰が一番タイプかってこの前聞いてきて、でも絶対所長は、所長が一番タイプですって言ってほしかったなと思うんだ。お、はじめまして、唐沢と申します。ご加減の方はいかがですか？ああ、どうも。あの、これもしよかったらどうぞ。綺麗な花、ありがとうございます。生けてくるね。うん。こんなにひどい怪我になるなんて、なんだかすいませんでした。いえいえ、不注意だと俺が悪いんで。幸い骨折もしてないみたいだし、ちょっとひびが入ったぐらいで。どれぐらいで治りそうなんですか？全治1ヶ月だって。小学校の夏休みだと思って気楽に過ごします。あの、僕青山にあるデザイン会社で働いてるんです。ああ、あのビルですよね。あ、そうです、よく知ってますね。仕事がメッセンジャーなんで。そっか。あ、だったら足の怪我は？あ、大丈夫です、いろいろと保険聞きますから。退院が決まったら連絡ください。僕にできることあれば何だって相談乗りますので。ありがとうございます。それでは僕はそろそろ。あの、今日本当はひどく怒鳴られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてきたんですけど、いい人でよかったです。それではまた。あの人が事故の時の？なんて人？プロダクツデザイナー唐沢慎太郎。プロダクツデザイナーってなんだろうね。今日も一日元気に頑張りましょう。おはよう。おはようございます。慎太郎、また徹夜か？ええ、ま
これ早く仕上げようと思って。それそんなに急がないでも大丈夫だから、あんまり無理すんなよ。はい。あとこの間提出した仕事うまくいきそうだぞ。本当ですか、よかったですね。お前の出したデザイン案クライアントが気に入ったってさ、やったな。やったやったな。はい、ありがとうございます。よかった。やったな。ありがとうございます。やったな。お前このままお前のせいで俺の仕事苦しいです苦しいです苦しいです。もしもし、あの柏木です。 あ思ったより早く退院決まったんで一応連絡しておこうと思って。あ、そうですか。あ、よかった。いつですか？もう明日には病院追い出されるんです。そっか、じゃあ迎えに行きますよ。え？一人だと何かと大変でしょうから。はあ。迎えに行きますよ。何時頃ですか？3時には出ようかと。わかりました。じゃあ明日迎えに行きますんで。また。気にしないでください。あのタクシー呼びましょうか？いや、いつもタクシー使うわけにいかないから。いや、でもそれは僕の責任なんで、あの僕の方で保証しますし。ありがとうございます。どっちにしろ入院で体がなまってしまったんでリハビリ代わりですから。そっか、僕と同い年なんだ。え、てっきり唐沢さんの方が年上だと思ってた。え、僕老けて見えるってこと？いや、そういうわけじゃなくて、あのなんでしどろもどろなの。ひどいな。あ、もらっていいかな？うん、ありがとう。
唐沢さん。腹減らね。お腹そうだね。ずっと病院食ばっかだったし。じゃあこの近くに僕の知ってるお店があるからそこ行かない？うまいの？うまい。よし、じゃあそこ行こう。何食べる？定食。定食？何定食？肉。肉。肉がいい。そっか、親父さん競輪の選手だったんだ。だから純也は自転車が好きなんだね。まあね、2歳の頃から自転車に乗せられてたんだ。競輪の選手目指そうとは思わなかったの？親父は期待してたんじゃないかな。死んだ今となってはそう思うよ。実は大学辞めたのも、それに気づいて真剣に走ってみたいって思えるようになったんだ。真剣に？うん。ツールドフランスって知ってる？うん。無謀だけど、あのレースに出てみたいんだ。マジで？もちろんエントリーだけでも難しいんだよ。チームに選ばれなきゃいけないし。でも本気で走ってみたいなって。何年かけるか分かんないけど。そっか、いつかその夢叶うといいね。応援するよ。ね、ちょっとだけならお酒いいよね。あ、パーコちゃん。はい。こいつ、純也っていうの。どうも。どうも。僕が怪我さしちゃってさ。うん。本当はお酒あんま良くないんだけど、一杯だけなんか作ってあげてよ。大丈夫？大丈夫っす。じゃあ何します？カクテルよくわかんないや。じゃあマルガリータ2つ。2つ、はい、かしこまりました。僕はさ、プロダクツデザイナーとして成功したいっていうのが漠然とした夢なんだ。いずれドイツあたりに行って修行したいとも思ってる。へえ。じゃあ俺がフランスで慎太郎がドイツか。どっちが早いか競争だな。そうだね。はい、お待たせしました。よ、マルガリータ2つ。よし、退院祝い。僕のおごり。ありがとう。乾杯。乾杯。すげえ。うまい。何これ、すげえ。あ、大丈夫。あそこうまかったね。でしょう。また行こう。あ、こんな遅くなっちゃってごめんね。ああ、俺の方こそ。大丈夫？酔っちゃったみたい。そうだ、いつか純也のために自転車のデザイン書いてあげる。うん、頼む。僕のデザインは高いけどね。いいよ、それでツールドフランスに行くぞ。でも純也に会えるかな。え、出世払いだ、出世払い。Oh my god!
それから俺は慎太郎と頻繁に会うようになっていった。頑張れ。すげえな。人と一緒にいるのが苦手だった俺が、なぜか慎太郎といるときは少しも苦痛にならなかった。むしろ一人でいるときより楽にさえ感じた。長かった。これすごい長かったんだよ。どれくらい長い、どれくらい長い、ちょっと早かった。これどれくらい長かったか知ってる？どれくらい、これね、これくらい。そんな瞬間が好きだ。で、それ見ててね。ギリチョッパに、小学生の夏休みのような1ヶ月だった。
何バテてんの、大丈夫？大丈夫。それでは、純也の復帰を祝って乾杯。ガツガツ働いてくれよ。おう、ね、純也がいなかった間パンパンです。足が最近ね、結構ね、俺は最近なんですけど結構あったっぽいよね。仕事の話かよ。だいぶだったよ。助かったよ。全然話じゃない。もっともっと異常だよ。柏木くん、なんでメールの返事くれなかったの？え？ごめん、メールあんまりチェックすんの好きじゃないから。言い訳になってない、ずっと心配してたんだよ。んごめんごめん。結局買い物に行く約束もダメだったし、埋め合わせしないとどうなっても知らないよ。分かったよ。ほんと？じゃあこの後一緒に行こうね。ね、大丈夫か？柏木くん。私、純也くんのことが好き。ごめん。柏木くんはマナのこと嫌いなの？いや、そんなんじゃ。ごめん。
まった。遅えよ。ジュエ酔っ払ってんの。マーボさん、マルガリータおかわり、コメントのおごりで。こんな時間で呼び出されて、僕のおごり。慎太郎に話があんだよ。どうした？今日飲み会じゃなかったっけ？あんなので飲み足りるわけがないだろ。珍しいね、こんな飲むなんて。で、何の話？そう、あれだよ。そう、それ、そうだよ、それだよ、そう、今日ね、職場の女の子に言い寄られました。あれだよ、病院だ子だよ。ああ、あの子ね、可愛い子だよね。ジュンヤ、意外にモテるじゃないですか。あの子嫌いじゃないんだけどな。で、付き合うの？そうだ、ずっと気になってたことあんだけど。ん？実は俺、前に一度慎太郎と会ったことあるんだよね。え？前世で？ちげえよ、慎太郎の会社のビルの屋上。なんかお前、飛び降りそうな感じで立ってたじゃん。何言ってんの？見間違え。そう？いや、僕屋上とか登ったことないし。いや、その時も酔っ払ってたんじゃないの、純也。俺勤務中だよ。遅くまで付き合ってもらって。純也飲みすぎだから。大丈夫大丈夫。大丈夫。
んだな、じゃん。あ聞いた聞いた。行きます。純也が何かやったんだろう。行きましょう。気をつけな。おい。こっちの方が恥ずかしいよ。いやー、純也のやつはこんなのだよ。まなちゃん、今日無断欠勤なんだって。お前何かやったのか？このままやめちゃうのかな？お前もひどいやつだな。うじうじ親父のことばっか話してんだよ、毎日毎日。分かってんだろ、親父は1年前交通事故で死んだんだ。いい加減目覚ませよ。なんでこうなってしまったのかわからなかった。なんで苦しいのかもわからなかった。俺は今まで一体何がしたかったのか、どこに向かおうとしてたのか。一体何が大事だったのか。
はい、いらっしゃい。お願い、たくたさん。おい、いつものね。一つ聞いてもいいですか？何ですか？なんでパーコって呼ばれてるんです？それあのね、小さい頃ね、クリックリの天パだったの、天然パーマ。それで近所のガキ大将にさ、パーコって呼ばれて、それでかな。でもパーコの子って、ああ、子、あのね、その頃からね、なよなよして女の子みたいだったの。だから、その頃からのんけじゃなかったのかな。のんけ？うん、あ、のんけってね、ストレートの人のこと。だから、ストレートじゃないってことは、俺ゲイなの。引いた？いえ、そんな。はい、お待たせしました。俺そのガキ大将のことが大好きだね。強くて優しくて。だからパーコってあだ名も全然嫌じゃなかった。あいつ俺の本質を見抜いてたんじゃないかと思うけど、だから女の子みたいにこうつけてね。なんだかね、自由になれたような、解放されたような気がしたな。だから今でもそれを気に入ってパーコで通してます。今そのガキ大将は、ああ、どうしてんだろうね。まあどっかでメタボバラの親父でもやってるんじゃないかと思ってんだけどさ。でもそれでも俺にとっては初恋の大切な人でさ。だからさ、夢も恋も誇りを持って胸を張って生きてれば何にも怖いもんなんかない。そのマルガリータって酒さ、不慮の事故で恋人を亡くしたバーテンダーがその恋人に捧げたんだってさ。だからマルガリータはその恋人の名前。純也君、なんか差し出がましいみたいだけどさ、慎太郎のこと探してここに来たんでしょ？最近来ました。九十九里の実家に帰ってるんだって。え？やっぱ知らないんだ。隠してたのかな。あいつ病気で倒れたんだ。それも相当重いみたいで。
もしもし。純也、来たぞ。僕の頭には腫瘍がある。手術するには危険な箇所で、この半年間ずっと薬でごまかしてきた。だけどそれももうダメみたいだ。僕はもうすぐ死ぬ。でも純也との約束はちゃんと守る。最後まで走り続けんぞ。
飯置いとくね。ちゃんと食えよ。純也、ちょっと屋上まで連れてってくれないかな。
初めて会ったのも屋上だったよね。ああ、そうだったな。あの時、純也おっさんみたいにぜいぜい息切らしてた。お前覚えてたの？なんだよ、答えろよ。言わないなら、こうだ。はい、答えろ。純也、やめろ。やめ答えろよ。慎太郎。大丈夫。大丈夫か。大丈夫。ちょっとやりすぎたな。ごめん。なあ、純也。何？フランス行けよ。無謀だろうが、なんだろうが、ツール・ド・フランスの夢、叶えてくれよ。約束ね。なんだよ、今さら。当たり前だろ。俺は夢を叶える。そっか。それ聞いて、なんだか安心した。それから数日後、慎太郎は23歳の若さで息を引き取った。元気でな。頑張れよ。ありがとう。北海道のチームに合格したんだってな。ツール・ド・フランス本気なのか。ああ。すげー。来たぞ。すげー。マジで。すげー。やったな。すげー。テレビ出るじゃん。テレビ見る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 。気をつけてね。うん。母さんも一人で大変だけど、頑張れよ。はい。ありがとう。ありがとう。じゃあ、行ってきます。
もう闇雲に走ることはない。慎太郎が俺の向かう先を指した。俺はただその道をまっすぐ進むだけだ。